moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。 FM79.7MHz FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズタジオからキウナ名古屋をお送りいたします。番組名キウナ名古屋は FM ギノワンがあるギノワン市キウナと名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県宜野湾市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組です。はい、それでは、すいません、自己紹介ですね。今日もピープルウェーブ MVP もらって嬉しかった味噌煮込みスキーです。滑り王子マスクマンです。風が良くなりました、ダンサーズでございます。今日はですね、ヘビーリスナーさんのですね、北海道のじゅんちゃんがね、お誕生日でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとこの間だけね、時間いただいてね、じゅんちゃんのね、ご希望のね、本当に久しぶりにやるかな、エールを送りたいと思います。じゅんちゃん、大事な人には内緒ですよ。お背中流しましょうか。本当に久しぶり。いきなりオープニングからそれ突っ込みますかね。今日はね、やりたかったの、どうしてもね。はい、では今週のテーマいきます。今週のテーマは電話、テレフォン。はい、今週のテーマは電話です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya メールはこちらまでお願いします。ツイキャスライブも配信しています。この番組はツイキャスライブサイトからFM ギノワンで検索してください。そしてリスラジ、インターネットラジオ配信サイトリスンラジオからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。そして今日はゲストコーナーがあります。ゲストコーナーは電話でご出演していただきます。本日のゲストは、トリプルエイト代表取締役の川口社長になります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、コンクリート整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。マスクマン、オープニングからあのじゅんちゃんにエールを送りましたら、早速ツイキャスで返事が来てますよ。あら、こんばんは、床に寝落ちから復帰しました、笑い王子、背中洗ってね、だそうですよ。どんどん洗っちゃいますよ。でもね、本当にね、その場面になったらね、王子ね、血圧上がっちゃってね、鼻血が出ちゃう。王子タジタジ。本当そうなんですよ。はいはい、今日もメールいただいてますので、早速読んでいきたいと思います。はい、こんばんは。日曜日、名古屋に日帰りしましたが、名古屋飯を食べられず、近鉄名古屋駅で買ったおにぎりを富山行きの高速バスで食べ、これでは負けた気がすると思い、昼賀の高原サービスエリアでカップの味噌煮込みうどんを買うという残念なやつです。っていうのは、
富山のタッチョンさんです。あら、ちょっと残念でしたね。来てたみたいなんですよ。ああ、そうですか。日帰りで。はい。3時間ぐらいでバス行ってるそうですよ。で、電話。知り合いとの電話。電話して LINE が来ます。またかと思いながら、電話してと LINE が来ます。またかと思いながら電話。他愛のない話でした。そろそろ無料通話時間の5分を超えようとしているので、それじゃあそろそろ切るねと言ったが最後。それでね、〇〇さんの話なんだけど、電話をやめようとしません。ああ、30秒20円なのに。結局、10分、追加料金200円。たかが200円なんですが、なぜかイラッとします。ケチなんでしょうか。いやでもね、本当にちょっとそのね、細かいことなんですけども、それがね、大事でね、本当に王子もね、ね、お金持ちでありながらイラッとします。あれ、お金持ちなんだ。一応王子ですからね。あ、そっかそっか。公費が出ます。でもこれ、もしたくさんこういうことがあったら、あれですね、料金プランとか見直さなきゃいけないですかね。まあそうですよね。ね、はい、じゃあ王子がいきますね。名古屋の皆さんお疲れ様です。モーラです。昨日から沖縄もありがとうございます。沖縄も冬型の、気圧配置になり、夕方から寒かったですよ。今日のテーマ電話。昔10代の頃付き合ってる彼女に連絡するときは隣の駄菓子屋に電話して呼び出して、もらっていました。その店とは小さい頃からの家族付き合いをしていて、よく利用していたみたいで、長電話してもしばしば、長電話もしばしばありましたよ。自分は、自宅から電話しました。母に長電話怒られて、あ、そうね、母に長電話、をして怒られていました。皆さんもそんな経験はありますか？それではまた。iPhone から送信。いいですね、iPhone から。あの、王子もね、よくね、そういうことありましたよ。あの、隣町のね、王女に電話をしててね、王女様からね、よくね、何を電話してるのって、変な話はしちゃダメよってよく言われましたからね。王女様って、お母さんのことですか？はい。はい、その通りでございます。はい。では、次行きますね。味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、滑り王子マスクマンさん、こんばんは。読谷からフルムーンイカリーです。こんばんは。今週のテーマ電話と聞いてすぐ思いついたのは黒電話です。あ、1、黒電話です。しかも2、受話器を取ってダイヤルを指で回してかける。そして3、コレクトコールです。出ました。これら3つは現代の電話事情でありえない事情ではないでしょうか。特にコレクトコール、料金を着払い、相手払いにする仕組みですよね。コレクトコールって現代ではもはややっていない、しかも死語ではないでしょうか。とはいえ、当時他府県から沖縄の実家へ電話するとき、かける方に電話代がかさむので、コレクトコールして電話しましたね。そして長電話できないので、要件だけ伝えるでしたね。その分距離を感じたものです。今では技術が進歩し、名古屋と沖縄でインターネットを介して気軽につながり、皆さん毎週身近に感じるということに改めて凄さを感じますね。では番組頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ね、そうですよね。これも、今この番組がつながっているのも、そう、インターネットがね、発達して、ね、はい、これ電話だったら大変なことになりますよね。そうですよね。これまた公衆電話だったら大変ですよ。でも、そうそう、昔東京とかに電話するのに10円玉で電話していくと、もう、ポットンポットンあっという間に。本当に早いこと。ね、はい。じゃあ、もう一つです、ね。はい。パテスリーシンさんから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。席は空いてる？王子の隣空いてますよ。あら、最近急に寒くなってき、ましたね。あ、ホットミルクティーお願いします。さて、今週のテーマ電話ということですが、良いですよね、電話。時代を通してここまで入力コンソールの変わった、デバイスって他にないのではないでしょうか。ダイヤル回して手を止めた、君のテレフォンナンバー、600ヘロー、これってもしかしてあれ？歌ですね、逆パカの K よ、バッキバキにしてやんよ、等、歌詞にもたびたび登場し、その時代時代の余韻を与えてくれる電話。
名古屋のお三方は、どれが好きですか？僕は最近少なくなった、電信入るタイプの電話ボックスが好きです。電話ボックス、そういえば最近入ったことないですね。まあ、なかなか見かけないですね。ねで、王子はね、電話ボックスに入るとね、いろいろこう、ビラが貼ってるじゃないですか。うん。それが楽しみで入ってましたね。ああはい、ということで。懐かしい。はい、はい、はい。そういうことで、はい、では次はゲストコーナーになります。その前に CM でーす。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キユナ名古屋。はい、この今日の、はい、名古屋栄誉のコーナー、こちらはですね、今日はゲストの方をお招き、電話のゲストでお招きしております。それでは、トリプル8代表取締役川口さんです。こんばんは。あ、こんばんはです。川口です。どうも、いつもお世話になっております。あ、お世話になっております。はい、はい、今日はですね、トリプル8さんの、求人募集ということで、はい、お聞きしているんですけども、改めてまず川口さんの自己紹介をお願いいたします。あ、うちは今フォークリフトの整備、塗装、あと自動車軽整備の、仕事をしています。で、まあ、今名古屋でしてますが、人材もいろいろと募集してますんで、ぜひぜひまた細かいことをお話できたらと思いますんで、よろしくお願いします。はい。まずトリプル8さんのお仕事の内容をお話しいただけますか？はい。うちの仕事は、まあ、フォークリフトの、塗装を、まあ、フォークリフトを塗装するんですけど、で、あと、まあ、整備、そのフォークリフトの整備をしたりとか、あと自動車軽整備だって言ったんですけど、ボディーコーティングをしたり、あとフィルムを貼ったりとか、あとガラスを交換したりと。はい。いろんなことをやってる。まあ、ブルーカラーというか、まあ、職人を育てる。はい。仕事をしてる会社です。はい。はい、まあ、車の方もそうですけども、主に今回はフォークリフトの整備や塗装ができる方を募集されてるということですね。そうです。はい。なぜそのフォークリフトのというところで募集されていらっしゃるんですか？ああ、これ本当ご縁があって、まあ、自動車関係の仕事をメインにしてたんですが、はい、ちょっとお客さんの方からフォークリフトの方を手伝ってほしいっていう話がありまして、はい、で、今フォークリフトの方を結構力入れて、やってます。やっぱり車と違ってフォークリフトはニーズが高いっていうことですか？はい、
そうなんですかね。まあ、そうなのかもしれんですね。で、どちらにせよニッチなんで、あまり知られない、知られてないというか、はい、知ってないというのか、はい、だから、うちも結構募集かけてるんですけど、なかなかニッチな、分野で、あまり日の目を見てないというか、やってもらえる方が、集まってないのが現状で、はい。実際のところそのフォークリフトの人材募集っていうのを私もよく見ておりますし、やはりできる方っていうのが、やはり、いろいろもうそこで定着されてる方がいらっしゃる関係もあって、なかなか出てこないというのはわかりますし、で、またですね、フォークリフトの免許ですか、あれもですね、まず、敷地内だからといって免許いらないだろうっていうものじゃないですからね。そうそう、ね。で、そうなんですけど、うちの場合はもう、フォークリフトの免許はなくても、基本的には、一般の方というか、素人の方でも、まず、興味あるなという方は入ってもらって、はい。で、学んでる間に、一人前になる間に、フォークリフトの免許を取ってもらえたらなっていうふうに考えてます。そうですね。はい。はい。はい、ではですね、今ですね、私の隣にですね、はい、このフォークリフトのことは全くわからないものがいますので、はい、変わります。ご無沙汰しております。味噌煮込み式でございます。どうもご無沙汰しております。はい、やっぱりなかなか人が集まらないんでしょうかね。人材募集。そうなんですよね。そうですね。なかなか、やっぱりフォークリフトっていうのが結局、うちに来た、求人で来た方も、いや、僕いいんですかみたいな感じで来られる方が結構いるんですけど、まあそもそも、そのフォークリフトっていうものを、そんなに触る機会ないから、それはうちも、このバリバリフォークリフトを触ってる方を求めてるってことはないんで、はい。じゃあもう本当に、何も知らなくても、その、仕事をしていくうちに学んで、資格を取ってっていう感じで。そうですね。今までも結局、車の、もちろん塗装をやったことあるって方もおられたし、で逆に、まあ、車関係でちょっと触ったことがある、ちょっと興味があるんだ。あと、トラックの方で整備とか、ちょっと、タイヤ交換してたことあるんだっていう方が、今、やられたりしてます。あ、そうなんです。あ、まだまだ、人ってどれぐらい募集しているんですかね。今、あと3人は欲しいなというふうに考えてます。そうなんですか。ちょっともう一人、はい、この番組におりますので、ちょっと、ですかね。笑わないでください。お久しぶりでございます。外務社長、マスクマンでございます。お久しぶりです。はい、川口社長はね、本当に精力的にですね、県外の方にもね、人材発掘ということで、たまにはちゃんとしたこと喋りますよ。沖縄の方にもね、出かけられてね、そうなんですよ。ね、人材を発掘しに行かれてるっていうことが来ましたんで。夏行ったんですよ。はい。夏、発掘しに行ったんですけど、ちょっと空振りに終わっちゃったんで、なんとかまた来年も、別の形で、沖縄の方にもうちの会社を知ってもらって、なんとか来てもらえるように、したいなと。で、もちろん、あれですよ。来てもらうときに、なんて言うんだろう。引っ越し費用。ちょっと、出させてもらいますんで、5万円まではうち出させてもらいますんで。そうですね。ちょっとごめんなさいね。カットインしちゃいまして。この、今、事前でお聞きしてるんですけども。そうですね。ちょっと、先走った。まず、トリプルエイズさんのこの人材募集の、第一のメリットが、引っ越し費用5万円まで支給。結構、もし沖縄のね、皆様がお越しになる場合には、この5万円、結構大きいんじゃないですかね。もう十分ね、こっち来るの足りると思うんで、はい。それともう一つ、もう一つメリット2が、今年の、7月、リフォーズム済み社員料完備。これどのように、どのような感じなんですか？部屋は12部屋あって、で、はい、自分の個室はあります。で、はい、トイレとお風呂は共同になります。で、はい、共同になるからは汚いんじゃないかって思われるかもしれないですけど、もちろん7月に、リフォームしたてなので綺麗ですし、はいはい、で、
まだまだやっぱり、新しいんで、すごく綺麗で、はい、好評を得てます。はい。はい。それと、今ちなみに、シェアハウスでもあるんで、はい。今住んでるのがフランス人の方とか、フランス人の方、韓国人の方、そうなんですよ。なかなかグローバルですね。グローバル、だからそれがね、なかなか、こちらも勉強になっていいんですよね。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。もう鍵、ね、一回、なんでか知らないけど、鍵、買わずに、ちょっとだけ出たのかな、外に、はい、散歩かなんかで。はい。で、僕、鍵開いてるから買っちゃったら、ね、もちろんその人帰れなくなっちゃって、家、帰れなくなっちゃって、家に。はい。向こうもなんかびっくりする、こっちもびっくりする、誰かしらんと思ったら、いや、住人だったみたいな。ね、そうなんですか。あと、文化がね、ちょっと違って、なかなか楽しいですね。あと社員料、初年度3万円分は会社負担なんですよね。あ、そうそうそう、そうです、そうです、そうです。そうですよね。で、そうです。普通に住んだら4万円とか4万5千円するんですけど、だから実質1万円とか1万5千円で。うわ、めちゃめちゃ安いですね。はい、もう、それはね、沖縄の方大好きなんで、はい。はい。なんとか来てもらいたいなという気持ちで、ま、はい、そこらへん。まあ、沖縄へ発信してますけども、実は今全国で聞いていらっしゃいまして、はい、北海道でも聞いていらっしゃいます。あ、それはありがたいですね。はい、北海道と沖縄は大好きです。はい。あと、最後に、光熱費を一律今、1万円支給。これも会社から支給されるってことですか？あ、これ、ごめんなさい、それ。1万円、うん。はい。負担してもらわなくてはいけないです。ああ、負担なんですね。あ、失礼いたしました。負担なんです。負担です、負担です。あ、失礼いたしました。逆に言えば、あんまり困るけど、使い放題っていうのは困りますけど、はい。一応1万円で、でも1万円で、っていうことなんですね。そうだ、そうなんですよ。はい。ということで、お時間となりました。はい。なかなか短いもんですね。はい。詳しくはですね、888、あ、なんか、888888で検索すれば出てきますか？あ、出てきます。はい、変わったなんか、ホストさんのページも出てきますけど。あ、そうそう。それではない。うちちゃんとした会社の、ね、ちゃんとしたって怒られちゃいますけど、ね、はい。出てきます。ホストじゃなくて、888です。数字の8を3つ並べて検索していただければ、出てきますので、はい、名古屋市厚田区にある、はい、888でございます。詳しくはウェブの方で検索してご覧いただければと思います。はい、本日は川口さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。社長。社長。はい。次会うときはね、はい、社長御用達のキャバクラでお会いしましょう。そんな、知らないですよ。ちょっと怒られちゃうんですよ、僕。奥さんには内緒ね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また。ということで、はい、大事なスポンサー様になんてこと。いや、本当にね、ザックバラにね、いつもね、いろんなことをね、お話ししていただいてね、王子もね、心が安らぎます。あ、そんなね、もうね、心がね、和むようなね、お話の後なんですけども、もうすぐにでもね、ちょっとテーマじゃございませんね。メールをね、ご紹介しないと。はい、じゃあお願いします。はい、はい、ダンサンさん、味噌煮込みすぎさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。本日のテーマ、電話。私が子供の頃は、ダイヤル式の黒電話でしたね。母に頼んで、秋田に住む祖母に電話をかけてもらうのが楽しみでした。秋田には年に一度遊びに行けるか行けないかだったのですが、受話器越しに鉛のある、祖母の声が聞こえると とても、とても嬉しかったのを覚えています。しかし、祖母との会話の半分以上は理解できなかったのですが、今日のテーマを考えながらそんなことを思い出しました。寒さが厳しくなってきましたので、お体にお気をつけくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、続いてメールいきます。皆様こんばんは。アンサーは B なのかなって違う番組ですよね。27年前ってポケベルありましたよね。ポケベルは鳴らなくて、おー、懐かしい曲です。あ、ポケベルはかはい、私は携帯を持ったのが多分28年前だったはず。ほんと便利な世の中になったなって思いましたよ。車を止めて公衆電話を探さなくていいのだから。あ、私の学生時代、遠くにいる好きな人に10円玉をたくさん集めて公衆電話をしていたな。しかし落ちるのが早すぎて切れた時にまだまだ話足りなくて余計に寂しい気持ちになりました。懐かしき良き思い出です。名古屋寒いはずですね。風邪ひかないようにです。ということで名古屋島奈さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、やっぱりこう10円玉が早く落ちる経験をされてるっていうね。続いてですね、沖縄んちゅるさんからですね、みそさん、ダンさん、ベルが鳴らなくなった黒電話滑り王子さん鳴るんだけどなこんばんは。今週は帰省先の沖縄から聞いています。さて早速ですが、私の実家牧港には現在固定電話がありません。3年前までは固定電話がありましたが、親の二人暮らしであることに加え両親とも携帯を持っていることから固定電話はいらないだろうと、番号は旧市扱いです。おまけに家族はスマホを持っている中、父の携帯電話だけは未だに電話を送受信するだけの、ガラケーです。明日大阪に戻ります。はい、ありがとうございます。そっか、今ね、そうですね、そういうご家庭多いですからね、うん、携帯電話だけっていうこと、多いですね。そうですよね。今若い方もそうですね、うん、はい、次はね、ダンさん、みそさん、ごっかんさん、こんばんは。そらしどです。ありがとうございます。我が家の電話はミニーちゃんの電話で、よくおもちゃと間違えられます。留守電話ないし、ほぼ携帯にかかってくるので、幼稚園か業者のどちらかしかかかってきませんが、面接の時に携帯ではなく、家の電話がある方がいいという話を聞いたので、とりあえず家電置いてます。ってことで、画像添付ポチッとなーということで、すごい可愛い電話の写真が来てます。本当ですね。ね、おもちゃに見えるかもしれないですよね。今日はね、たくさんね、メールをいただきましたけどもね、はい、もうこの辺で、来週またね、はい、メールは必ず読みますので、はい、ね、ツイキャスもね、浦添のしんちゃんさんから、あと義母和彦さんかな、はい、うん、親父ギャグもいただいております。おがちからもしさんもありがとうございます。シュプリームさんもありがとうございます。なかなかちょっとツイキャス拾う時間がなくて申し訳ないです。浦添のしんちゃん12万円払ったということですね。お、携帯電話で、はい、ということで、はい、時間になりましたので、はい、じゃあエンディングですね。エンディングです。はい、来週の手はですね、はい、いきますよ。アニメ。漫画ですね。漫画ですね。皆さんもよくね、ご存知だと思います。アニメは今いろいろ番組熱いですからね。はい。ラジオ番組。はい。この番組は、はい、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バレサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里、中村製菓、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今日もたくさんありがとうございました。ありがとうございます。また来週続き読みます。今日王子の喉は調子いいよ滑りも調子がいいかなよかったかなではまた来週、ありがとうございます。閉店ガラガラ